私たちが通う香川大学から徒歩15分の住宅街に、子どもたちから社会人まで世代を超えてさまざまな人が集まる場所があります。地域の家ここからハウス。今日はいろんな大学の学生が近所の子どもたちに勉強を教えたり一緒に遊んだりする子どもチャレンジ塾が行われていました。ここからハウスは地域と社会と居場所をつなぐ活動を行っています。他にも親子向けのイベントを企画したり、毎週子どもチャレンジ塾を開いたりして子どもと地域をつなぐ活動、しわく広島に秘密基地を作って島外と島をつなぐ活動を行ってきました。一体どんな人がこんな場所を提供しているのか、ここからハウスを拠点に活動している学生団体ここからのメンバーに聞いてみました。地域の見守るおばちゃんって感じ。そうですね、あの台風っていうよりはハリケーンみたいな感じです。その正体はコミュニケーションオフィスココルーム代表、武田美穂子さん。武田さんの本業は高校のスクールカウンセラーと少年院での就労支援の非常勤講師です。その仕事の傍ら、ここからハウスを運営し地域の居場所を提供しています。武田さんは京都の大学を卒業後銀行に勤めました。結婚を機に退職し、子育て中は介護や国際支援のボランティアなどにも携わってきました。その後、教育に関わりたいという長年の夢を叶えるべく、40歳からスクールカウンセラーとして活動しています。ここからハウスの始まりは、武田さん自身の過去にも理由がありました。実はね、私は養父母に育てられたんですね。家族じゃなくても家族が作れる。疑似家族だったら思いっきり喧嘩して去ることも可能だし、それから頼ることも可能だし、ある意味自分を客観視できるので、そういう意味ですごい地域の中の居場所って必要やなと思ってて、居場所だったら失敗 OK で、失敗した時にはそれなりに助けることもできるし、どん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 体験してもらって、それで大きくなってほしいなって思ってここからハウスを作りました。実家が下宿屋だったという武田さんは、家族じゃなくても家族のように過ごしていたその家の姿を、賑やかな地域を高松に復活させたいと考えています。そんな武田さんはここからハウスについてこう話します。本音で語れる場にしたい。ありのままであるということは本当にぶつかることも多いし、もう泣き笑いでもう毎日何か勃発してますけど、それを一緒に一つ一つ解決できたらなと思ってるし、いつかみんなここを巣立ってね行くかもしれないけれども、またいつか帰ってこれる場所であってほしいなと思う。ここからハウスでの活動やカウンセリングで若者と接するとき、武田さんには特に大切にしていることがあります。この人のために私は何ができるんだろうっていうのを一番に考えるんですね。相手が本当にやりたいこととか可能性を引き出すっていうことをすごく考えてます。出る杭は引っ張るっていうことで、出る杭っていうことはなんか新しいアイデアがあると思ってるんで、やっぱ未来のある学生たちとか若者たちを伸ばしていきたいと思ってます。武田さんの思いは学生たちに届いていました。予想してたよりも本当に自分たちの力っていうのが大きいんだな、それはここに来て、いろんなことやっていく中で、実際前に出る機会とかも増えて、意外と自分でもできるやん、自己肯定感が上がったりとか、自分自身を持てたっていうのは変わりましたね。出会った子、若者たちの中で可能性がないと思った子は一人もいません。だからただそれが環境であったり自分の思い込みであったり、そういうところで自分の人生をちょっと狭くしているかなって感じてます。だからこそいろんな人との出会いを求めて地域に根ざしたところで活動して、本当におばあちゃんおじいちゃんおじいちゃんおばあちゃん、そこの子どもたちみんなの声を拾っていって羽ばたいてほしいと思ってます。頑張れ。